はようございます、こんにちは、こんばんは、俊平太と申します。今回はこちら iPhone X を入手したので、こちらを開封レビューしていきたいと思います。なんだかんだ買ったのが発売して3分後とかに予約が完了したので、当日手に入らないんじゃないかなと思ったんですけども、なんとか当日入手することができました。まあ、開通までね、ちょっといろいろ時間がかかってしまったんですけども、とりあえず開封していきたいと思います。ではまず蓋を開けていきましょう。ここまではいつも通りですね。おお、ホームボタンがない。おお、綺麗ですね。バンパー部分がかなりメタル感があってかっこいいですね。付属品はまず新しいイヤホン、まあ新しいって言っても、まあ、7からこの形ですけども、このタイプのイヤホンとライトニングケーブル、あとは AC アダプター、あとこの説明書類ですね。Face ID、 ホームへの行き方、あとボタン説明、あとは簡単な説明が載ってる感じですね。あとは SIM トレイを取り出すピン、あと取り出し方の説明、それといつものステッカーと、まあこれもいろんな説明ですね。ではまずは SIM カードを入れます。穴にSIMピンを通してSIMトレイを取り出します。取り出したらSIMカードを入れてトレイに、トレイじゃないですね、本体に差し込みます。一応ここも7シリーズからと同じく、まあ、防水用のゴムですかね、があります。電源を入れます。じゃあ OS が起動する前に外観を見ていきましょう。ここは変わらずトルクスネジが止まっていて、これで開封するような感じですかね。でスピーカーと空気穴的なやつだったと思います。あとはサイレントとボリューム、電源のオンオフで、アウトカメラとインカメラ、あと近接センサーですね。では一度初期設定をしていきます。では iPhone の初期設定をしていきます。スワイプかな、スワイプして日本語、日本語、クイックスタートという項目があるようです。クイックスタートとは iOS11 を搭載した iPhone または iPad をお持ちの場合は、そのデバイスを近づけると自動的にサインインします。自動でこの iPhone を設定することもできますということです。何台か iPhone とか iPad を持っている方はこの設定が使えるようです。今回は手動で設定します。でキーボード、僕は日本語ローマ字使うのでここにチェックつけます。次へ、一回アクティベーションしてしまっているので使えませんが、モバイルデータ通信で今回アクティベーションしました。 Face IDiPhone で顔の固有な特徴を3次元的に認識し、自動でロックを解除したり、Apple Pay を使用して iTunes Store や App Store で購入できますということです。続けます。Face ID の設定方法。まず、顔をカメラの枠内に入れてください。それから、顔のすべての角度が表示されるように円の中で頭を動かしてくださいということです。よし、じゃあ行ってみるか。よし、やってきます。枠内へ入れて、
俺おかしいな、顔が認識しないぞ。しょうがないですね、ちょっと携帯を変えましょう。はい、こういうことでした。あ、結構なんか暑いな。暑っ。フェイス ID が無事設定されました。暑っ。大丈夫か。パスコードオプションか。新しい iPhone として設定をします。これはスキップします。後で設定使用しない。同意します。エクスプレス設定、以下の設定が使用できます。または各設定をカスタマイズすることもできます。マップなどのアプリや iPhone を探すなどのサービス用に、あなたの現在位置情報の推定に必要な収集利用を許可します。 iPhone の使用状況とデータを解析できるようにすることで、 Apple 製品とサービスの品質向上にご協力いただけますということです。後でいいかな、まあ、一応、いいか、オンにしといて。トゥルントーンディスプレイ、異なる環境でも色が一貫して表示されるように、環境光の状況に応じて iPhone が自動的に調整されます。これは後で画面表示と明るさで変更できますということです。一応設定しましょう。ホームに移動、画面の下端から上にスワイプするといつでもホームに戻ることができます。これがホームボタンを押すことによってなってたのを、このスワイプによってホームに戻るということですね。続ける、最近使用したアプリを切り替える、画面の下端から上にスワイプして一時停止するとアプリスイッチャーが表示されます。はい。コントロールに素早くアクセス、コントロールセンターを開くには画面右上から下にスワイプします。コントロールを強く押すとその他のオプションが表示されます。こういうことですかね。続ける、ようこそ iPhone へ、上にスワイプして使用開始。今はこういう状態です。でホーム画面、あ、これはもうホームにいるんで使えないよということですね。コントロールセンターがこれになります。なるほど。いや、下の方が便利だったような気がするな。アプリの切り替えは今は何もついてないのでないです。でこっちが通知センターですね。過去の通知はありませんということです。設定を開いてみて、これでホームに戻ると。で今2個アプリを起動しているので、まずホームボタンに移動して、あ、こういうことですね。これでアプリの選択画面になるということですかね。まあ簡単な、まあ、初期設定値というか、なんかこの辺光って、あ、カメラだからか、カメラだからなんかここが常に一定時間光ってるように見えます。まあ、実際に目で見ると光ったりしてることは特にはありません。Face ID とかの関係ですかね。なんかさっきまでは光ってたんですけど今は光ってません。あ、また光り出した。まあ実際に見ると光ってはないので、まあ、特に気にするとこではないんですけども、初期アプリはメール、カレンダー、写真、カメラ、マップ、時計、天気、ホーム、メモ、株価、リマインダー、ビデオ、アップストア、iTunes ストア、iBook、ヘルスケア、
ウォレットかな、設定、フェイスタイム、ポッドキャスト、計算機、ウォッチ、ファイル、便利ツールとなっています。まあ、この辺も後で設定を変えていけばいい感じですかね。ではこれで初期設定を完了したいと思います。いかがでしたでしょうか。ここまで駆け足で iPhone の設定をしていきました。まあ、初期設定と簡単な操作説明になりました。これからは基本的な操作説明などを織り交ぜた動画を作っていきたいと思います。アクセも買ったのでその辺も簡単に次回紹介していきたいと思います。認識しませんまあ、いろんな実験をしていきたいと思うので興味ある方はぜひ見てみてください。この動画少しでも参考になったりいいなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた。